こんにちは。こんにちは。はい、ご無沙汰しております。いやいや、こちらこそ。本日、令和5年7月の24日、コミはい。カドあやチャンネルということで、私、今、食堂にいて、あんまり大きな声で喋 れないので、もうコミカドさん、自由に語られてくやだださよ、い。そんなの。勘弁してよ。はい。どうですか？なんか、この1時半になった理由が、はい、なんかあれをされてたんじゃなかったでしたっけ？そうそう、イベ国ン民民主ト。党のですね、はい。そう、国民民主党の秘書会っていうのがあるんですけど、その活動の、オンラインの、まあ、ちょっとしたセミナーというか、ものがあったんですね。私、秘書会のメンバーでもあるんですよ。市議会議員なんだけど、まだ長友慎二の私設秘書ではあってですね、秘書会に所属してるんですけど、今回はこの間の統一地方選挙を振り返るようなことで、秘書会のメンバーってそのもともと秘書で立候補するっていう人がいるじゃないですか、全国各地に。その人たちを応援しに方々に行くんです。そういう活動をしていて、で、私も3月の4日5日秘書軍団がですね、わざわざ東京から10人も延岡に来てくださって、で、活動してくれたんですよ。すごいでしょ？どこかの町長選挙とか、また若い方が通りましたとかっていうのも見ましたよ。あ、香最川か近ですか？な？うん、最近。あ、玉木さんも入ってたところかそうな？そう、そうです、そうです、そうです。じゃあで、また。年齢がわからないですけど、まあ、香川25歳の前川さんだとか、なんかいろいろこう、インタビューした人でも若いなっていうのが多かったんですけど、今回のもね、写真見る限り若そうな方だったり、すごいですよね。止まった？いやいや、大丈夫です。ちょいちょい今、お子様ざるそ、ざる、うちの、うち、うちの娘が、もう夏休みってことか。嫌だ、かわそうなんいい。です何ちよ。ゃん？なんか、夏休みなんです。今、そう隠れてだ、まパすけパと一ど。緒にご飯だ。そうなんです。ごめんなさい、こんなところで。いいえ、いはや、い。パパ大変。そう、お昼夏が休み、一番大変大なんで変。すよね、夏休そうみってそう。ね。そうなんで給す食よ。がね、ないから。そうなんです。でも、相変わらず今日も学校の図書館行って、本借りて来ました。うん。という感じで、恥ずかしうん。がり屋さんですね。そうです。といパう、パがユーチューバーだとこういうのにも付き合わなきゃいけないんだね。いや、そんなあれではないですけど。はい。で、なんか、長友慎二さんの Facebook を見ると、2050年カーボンニュートラルカードゲーム体験会とかに、そうなんです。うん、そうなんです。それ、今宣伝してももう遅いのかもしれないんだけど、これをですね、7月の30日に、私と長友慎二さんの2人でやろうと思ってます。カードゲームの体験会。初めてやりますので、なんかそよれかっはたら来てください。遊びですか？遊びなんです。遊びながら、なんだカーボンニュートラルって、脱炭素ってなんだっていうのを、ちょっと身近に感じられるような、そんなカードゲームの体験会なので、はい、そうやります。そう、なんかね、こういうのを、まあ、老若男女、みんなでやって、延岡市って、カーボンニュートラルの先行地域にも手を挙げて採択されてるんですよ。なので、実証実験がまた5年計画で始まってるんですね。これから。なので、まあ、始まる地域があるんだけれども、とはいえ、延岡市の人にカーボンニュートラルの話しても、いまいちこう、なんかそういうのあるっぽいね、ぐらいしかわからなくて、実際のところ自分が何やったらいいんだとか、街がそのカーボンニュートラルに対して積極的に取り組んでいかないとどうなっちゃうんだろう、みたいな想像が多分つかない人が多いと思うので、こういうゲームをやって、体感してもらうと、わかりやすいんですよね。これね、あれなの。いろんな、
立場になって考えるゲームで、例えば電力会社とか、あとアパレルメーカーとか、部品メーカーとか、それから NPO 法人とかですね、いろんな12の職業、会社になるんですね。で、政府とかっていうのもあるんですけど、そういういろんな立場から二酸化炭素の排出量、その気候変動についてとか、温暖化の問題について考えて、自分はどういうアクションを起こしていけばいいのかっていうのを、決めて、そのカードを切っていくゲームなんですよね。ということは結構対象年齢として上ですか？ NPO とかが会社との違いがわからないと困っちゃう感じ。でもね、この間、初めて延岡市で、難波裕子さんっていう別の、ファシリテーターの第一人者の方がいるんですけど、その方がやったんですけど、その時は小学校2年生が来てました。もちろん保護者の方と一緒でしたけど、すごくなんかね、環境問題とかに興味がある子で、ちゃんとやってましたよ。だから多分お子さんもやる気があれば全然パパと一緒だったらできると思います。うまあ、ん、なるほ高学年だったら一人でもできるかなって感じですけどね。ど。うん、なるほど。それをなんか、資格とかを持っているんですか？そうなんです。この間東京行って取ってきまして、講義を受けてですね、勉強して、で、今度初のデビュー戦なので、多分いろいろ なんか至らないところはいっぱいあると思うんですけど、無料にしてるので、その辺はご勘弁って感じで、なるほ楽しくやろうねみたいな回など。んですよ。ただだから文句言うなよと。文句言うなよってか、仲良くやろう 仲良くやろうぜって感じで。前回の収録からまあ2週ぐらい空いたかなと思うんですけど、その後、その歴史ゾーンの、ああ、そうそうん、コーヒー屋さんだとか、う。その後、議会も閉会してだとか、そうなの。進捗を教えてください。大変なことになりましたよ、ま大変なこた。とですか？大変なことになりましたよ。あれ、駐車場のその満空表示の問題、あれがまあ否決されたんですね。結局否決されて、まああれはされましたなんですけど、一つ、空飛ぶ車の実証実験をやるっていう、それもまた国の、交付金採択されてて、もうできることになって、国が95%予算出してくれるっていう、全部で3億円ぐらいの、インターネットっていうか、ネットワークの整備も含めて、3億円ぐらいの、予算のものがあるんですけど、それがですね、それも否決されちゃったんですよ。なんと。それが、市長はやっぱり、いや、これは絶対やりたいってなっていて、再議っていう、再び議決に、議決なのかな？かけるっていう、再議っていうのを出してきてですね、まだね、うちの議会ね、終わってないんですよね。一応、7月7日に閉会したんですけど、その後、今週か来週に招集かかるっていうふうに言われてます。臨時議会っていう位置づけなんですか？臨時会ですね。いや、それは、まあ、わかんないですけど、何でもかんでもね、反対するっていうのは、対決より解決の国民民主党としてもね。そうなんですよ。そう。いや、いいんじゃないの？空飛ぶ車は、縁起でもないこと言うと、まあ、落ちたりとかしたら大変だから、田舎でやろうよって話でしょ？田舎のどっかでやってよっていう。さ、上野さんと話してると、本当さ、なんていうのかな、だよねみたいな気分になっちゃいますね。大したことないよねみたいな。そそうう。そう、だから田舎なんだよ。そうそうそう。だから、それはね、やらない手はない気はするんですけどね。空飛ぶ車を空飛ぶ救急車にしたいっていうのが延岡の、あれなんです、プランなんですね。なんでかっていうと、延岡っていう地域はどこからも遠いんですよ。
宮崎の宮崎大学の医学部の病院があるんですけど、そこからもヘリコプター、ドクターヘリが来たところで15分圏内には来れないんですね。あと熊本の病院もそうだし、大分の大きな病院からも15分圏内から外れちゃってる地域なんですよ。だからドクターヘリ、そういう辺鄙なところであるから、ヘリコプターよりお金がかからない空飛ぶ救急車を飛ばして、みんなの命を救っていこうっていう、そういうストーリーになってるんですけどね。まあ、実証実験だから、それを導入しようって言ってるわけじゃないから、そこまで、実験までノーっていう必要ない気はするんですけどね。って思うじゃないですか。そうなんですけど、そうなんですよね。で、先行地域になればやっぱり視察もいっぱい来るだろうし、ね、延岡といえば空飛ぶ車みたいになってしまえば、もうこっちのものというか、やった方がいいですよ。ですよね、やらないって損ないんじゃないかな。まあ、多少は市のお金も使いますけど、95%国の予算でできるので、でも国もやっていいよって言ってるんですね。だから、やっていいよって言ってるものを、いやって今頃言うっていどうせうのも、おじいちゃんたちでしょ、それを反対してる議員さんって。まあでもおじいちゃん以外の人もいるんですよ。そこはね、一致団結してるんです。今、与若い党人も。が、自民党の会派が一番人数多いんですけど、そこの方たちは一致団結して反対してるので、党議拘束ってやつですかね。なんでしょうね。うちはちょっとバラッとしてるんですけど。まあ、それは、車という名前が嫌なんだったら、空飛んでる以上ヘリコプターですからね。ちょっとなんだろう、ライトヘリコプター、ライトヘリみたいな言い方そでいいんんでなすか名前ね。でいいと思います。やっぱ空飛ぶ車っていう言葉になんかこう、ね、車じゃねえだろうみたいな。なるほど。そうなんですよ。他は。他、だから一番だからそれがもう揉めてて、本当にな異例みたいなんですよね、そういう市議会って、自治あれ、あ体れに。ですよ。だから、じゃダチョウ倶楽部さんの、ギャグみたいに、鹿児島もやりますとか、他のところやりますって言ってきたら、いや、それ取られるんだったら、うちやりますよってことに、ね、なるかもしれないけど、本当取られるかもしれないですよ。そうなんですよ。そうなんです。いや、ま他さのとこに。ろやりたいと思います。だから、負けたところもあるはずなんですよね。一緒に出してて。で、選ばれてるのは延岡市だから、そう、他の人が、手挙げ俺も俺て。もって言い出したら、どうなっちゃうんだろう。国の心証もね、良くはないでしょうしね、こんなことになったら。もう延岡いいやってなりますよそうなんですよね。そう、延岡いいやが一番怖いんです。なんかどういう決着点にするのかがちょっと分かんなくて、あんまり偉そうにしない方がいいと思いますけどね。何？延どういうこ岡、と？延岡。なんか、で、要はだって選んであげてるのに、それでノーって言ったら、いや、もういいそうや。であいつらいいやって。す。そうです。あいつらなんか内輪もめしてるからいいよってね、なりま言わすれよ。かねないんですよね。そうですよね。別に延岡じゃなくてもってね。嫌だな、それ。いや、だから市の職員の方とかも、何年もかけてこれ取りに行ってるわけですよ。そうなんです。今回本格的に始まるんですけど、事前のやつはもうやってますしね、実際に。だから本当。まあ、じゃあ、ちょっと保守宮崎延岡というか、まあ、頭固いっていう感じはあるんですね。なんかね、もう新しいちょっことしたくない。と、なんか、もうちょっと、なんつうのかな、説明が足りないっていうか、言いづらいな、なんか、オールドタイプにやってほしいんだと思います、多分。言い方あれですけど、根回しとか、その前もっての説明とか、なんかそういうのが、ありさえすれば、ああ、よしよし、オッケーってなんか素直に言ってくれたんじゃないかな。市長がそういうのあんまり好きじゃないみたいなので、俺がやるって言ったらやるんだ、
って感じなのかな。なるほでど。もね、そしたら議会の意味ないですからね。まあそでれももだから、それで。まあさっきのちょっとヘリコプターですからねって言ったけど、そういう保守的な人たちに、こう通るような切り口でこう伝えたら。ちょっと操縦が簡単なね、ヘリコプター。あとお金が安いやつ。ロープラヘリみたいな感じ。あ、お蕎麦伸びてません？上で野さんの。もう食べ終わりました。待ってみ娘はね。大丈夫です。ありがまあ、とじゃあ、うごゴロゴロしてますかね。そこのお座敷席で。ざいます。あ、立ち上がってる。すみません。そんな。まいやたじいや。ゃあ教えてください。今後のこと。はい、そうですね。注目してください。変わってると思そうでうすので、ね。日本でも。珍しい。カードゲーム以外に直近ではい。こうするイベントだとか集客が必はい。要なこう宣伝みたいなのがあれば聞いてるんですけど。宣伝ね。私自身の宣伝は今んとこ特にないんですけど、長友慎二がもう精力的に集会を開いて、国政報告会を開いているので、それですかね。国政報告会、どこどこ公民館みたいなのがあればいただけたら、ありねえ、がたい渡しです。ます。長友がまとめているものがあるので、本当に宮崎2区をこう全部、まあ、キャラバンみたいな感じで回るみたいな、なるほど。本当、はい、もう小規模なものからどんどんやっていく感じなので、はい。解散されて、なるまでは、ちょっとなんか、気が抜けないですね。そうですね、あと国民民主党の今度、党首選、代表選がありますよね。でも、それは、なんか波乱はないわけだから、いいんじゃないですか。払わないですか？党首ですよね。玉木さんが党首っていうことじゃないですか。だと思いますけど、他にも出る人、どうかな？新聞にも出てましたよ。誰ちょっと。か、なんか伊藤孝恵さんが党首になるとかっていうことがあるってことですか？前原さんが出るかっていう話が。なるほど。中もなんかいい感じにこうごたごたしてるんですか？こう活気がある。ねえ、まだそんなあれなんでしょうけど、見えてないと思いますけど、なるほどね。そんなのは知らなかったです。要長友注目さんだもと出思う。ればいいんじゃないですか？長友さんは、そんな、全然おこがましいです。そう、だから誰そんな、も、そんな。なるほど、わかりました。はい。あありがとうございます。りがとうございます。